皆さんこんにちは。女子プロゴルファーとして活躍している横峯さくらさん。ズバ抜けたゴルフの才能と可愛らしいビジュアルで年齢問わず多くの人に支持されています。今回はそんな横峯さくらさんの私生活について深掘りしてみたいと思います。横峯さくらさんは1985年12月13日生まれ、鹿児島県の出身です。8歳の頃からクラブを握り、全国規模のジュニア大会で成績を残しています。1999年に行われた日本ゴルフ協会主催の日本ジュニアゴルフ選手権競技女子12歳から14歳の部で優勝し、一躍脚光を浴びることになります。この大会にはアマチュア時代、プロ時代をライバルとして戦う宮里藍選手も参戦し、9位タイで終わっています。2002年には15歳から17歳の部で優勝しましたが、宮里藍選手は1打差の2位でした。翌2003年の15歳から17歳の部では2位に終わっていますが、この時の優勝は宮里藍選手で、お互いに譲らない好勝負が続いていました。2001年からプロのトーナメントにも参戦を始め、2003年 NEC 軽井沢72ゴルフトーナメントでは5位タイ、日本女子オープンゴルフ選手権競技では10位タイと上位にも顔を出すように成長していきます。そして2004年4月の最春館レディース日の国オープンでは、2日目の13位から最終日首位タイでホールアウトしました。当時の女王不動優里選手と韓国出身コウ・ウスン選手とのプレーオフにもつれ込んだのです。ライバル宮里藍選手が2003年に高校生で優勝し、プロに転向した後だけに何としても勝ちたい試合だったようですが、不動優里選手の前に敗れて、アマチュアでの優勝はお預けとなりました。横峯さくらさんは8月に行われたプロテストを受けて、プロの道を目指すことになります。日本女子プロゴルフ協会のプロテストは1時から3時まで行われ、3次試験の上位20位タイまでが実技試験合格と認められる仕組みとなっています。2004年のトップ当選は上原彩子選手で、横峯さくらさんは2位でした。トーナメント本戦でもそうでしたが、プロテストでも1位と2位で大きな開きがあるといいます。1位合格者には年内ほとんどの出場資格が与えられるそうですが、2位にはそうした得点はなく、横峯さくらさんに与えられた出場試合数は3試合でした。しかしここから奇跡の快進撃が始まるのです。プロ初戦富士山系レディスクラシックで4位に入ると、マンシングウェアレディース東海クラシックでは10位、日本女子オープンゴルフ選手権では2位に入る活躍を見せています。さすがにメジャー大会の賞金額は大きく、ここまでの3試合で約1000万円を獲得し、2003年のシード権圏内に入ってくるところまで来ました。そして10月に行われたステップアップツアー穴吹工務店レディースカップで優勝し、レギュラー試合の出場権を獲得しました。翌週の樋口久子殿堂入り記念 IDC 大塚家具レディスでは2位タイに入り、474万円を獲得して出場4試合でシード権を確定させてしまいました。結局2004年は7試合に出場し、1万7000万円強を獲得して賞金ランキングも27位に入っています。ツアーフル参戦となった2005年は32試合に出場し、賞金獲得額も7000万円弱にまで達し、賞金ランキングも4位まで上昇しています。初優勝もこの年に達成しました。初戦のダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメントは22位と平凡な成績で終わりましたが、2戦目のスタジオアリス女子オープンでは3位タイと調子を上げ、3戦目ライフカードレディスゴルフトーナメントを迎えていました。この試合の名称は変更されていますが、2004年までは最春館レディースとして開催された大会のことです。2004年は横峯さくらさんがアマチュア時代、女王不動優里選手とプレーオフを戦って一歩及ばなかった大会です。キャディには父親の横峯義郎さんについてもらったそうです。横峯義郎さんは横峯さくらさんにゴルフを勧めた張本人で、2004年までは師としてキャディとして横峯さくらさんを支えてきました。初日は首位と2打差の14位タイと絶好の位置からスタートし、2日目は首位タイに浮上しました。前半はマイナス1で乗り切りましたが、後半2つのボギーでスコアを落としてしまいます。16番を終わって
先行する台湾のジュリ。ル選手には一打のビハインド。しかし17番で追いつくと、18番でもバーディを決めて見事初優勝を果たしました。2006年にライバルである宮里藍選手はアメリカツアーに本格参戦で去り、賞金女王も6年連続君臨した不動優里選手に代わって大山志保選手がその座につきました。そんな中、横峯さくらさんは3勝を挙げ、賞金ランキング3位に浮上しました。2007年も3勝を挙げ、終盤まで賞金女王争いを演じましたが、新鋭上田桃子選手に競り負けて2位に甘んじました。2008年は序盤から優勝争いはするものの、今一つ優勝に届きませんでした。やっと優勝できたのが最終戦前の大王製紙エリエールレディスオープンでした。最終戦 LPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップに優勝すれば賞金女王の可能性もありましたが、11位タイと結果は残せず、賞金ランキング3位でシーズンを終えました。迎えた2009年は序盤から好調を維持し、4月のスタジオアリス女子オープンで筋目となる通算10勝目を飾ると、5月には2勝目、6月には3勝目と順調に優勝を重ねました。9月に4勝目、11月に5勝目を挙げましたが、最終戦の LPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップを残した時点のランキングトップは諸見里忍選手で、横峯さくらさんは約540万円差の2位でした。最終戦は3日目を終わって首位と5打差の5位タイにつけた横峯さくらさんが最終日大逆転で優勝を飾りました。最終ホール、諸見里忍選手のパット次第という際どい勝負だったことを述べています。日本 LPGA のツアー選手には生涯獲得金額が10億円を超えた選手が2023年9月時点で7人います。日本人では不動優里選手、横峯さくら選手、上田桃子選手となっています。2004年にシード権を取ってから、2005年が約7000万円、2006年が9600万円と賞金を獲得、2007年に初めて1億円を超えてからは、2010年まで4シーズン連続で1億円を超え、賞金女王に輝いた2009年は1億7500万円強を獲得して、それまでの新記録を作っています。5億円到達は2009年の9月に行われたマンシングウェアレディース東海クラシックでした。この試合は賞金獲得額歴代トップの不動優里選手との優勝争いになりましたが、なんとか逃げ切り2009年4勝目を挙げるとともに、生涯獲得金額も最年少で5億円を突破しています。10億円に到達したのは2014年の大王製紙エリエールレディスオープンでした。初日11位タイから2日目8位タイ、3日目2位と徐々に順位を上げ、最終日に逆転で優勝を果たしました。さて、横峯さくらさんは2014年にメンタルトレーナーの森川陽太郎さんと結婚しました。同年4月22日に自身のブログで結婚したことを次のように報告しています。本日4月22日に OK ラインメンタルトレーナーである森川陽太郎さんと2年半のお付き合いを経て入籍しました。昨年の川名での試合から2人で協力してゴルフに取り組むようになり、ちょうど1年になります。私たちにとってとても大切な時間を過ごすきっかけになった試合の週に入籍しようと2人で決めました。たくさんの方々に支えていただいて、このような日を迎えることができとても嬉しく思います。彼は仕事をしていると食事も忘れてしまうような人なので、栄養面も考えて料理を作り、彼を支えていけたらいいなと思っています。これからは夫婦、そしてチームさくら全員で力を合わせて頑張っていきます。森川陽太郎さんは東京都出身の元サッカー選手で、スペインやイタリアでのプレー経験もあるそうです。引退後は心理学やメンタルトレーニングを習得し、培った知識を生かし、27歳で株式会社リコレクトを設立します。ここでは独自に編み出した OK ラインメンタルトレーニングで多くのスポーツ選手をケアしています。このほか大手企業の社員やミスユニバース出場者、モデルなど数多くのクライアントを抱えているそうです。横峯さくらさんは2013年に開催されたゴルフの大会富士山系レディスクラシックから森川陽太郎さんにメンタル面での指導を受け始めました。
ネガティブ思考に陥ってしまった横峯さくらさんが、森川陽太郎さんの指導で考え方が一変したといいます。初めは選手とメンタルトレーナーという関係でしたが、次第に距離を縮め恋人の関係に発展していったようです。2年半に及ぶ交際期間を経て、2014年4月22日に都内の区役所に婚姻届を提出しています。その翌日に森川陽太郎さんと共に結婚会見を開いた横峯さくらさん、シックなドレス姿で登場し、照れ笑いを浮かべながら、すごく嬉しいですとコメントしています。2人のことをよく知る関係者やファンからはおめでとうの声が殺到しました。そして前述したブログにも2人を祝福するコメントとともに、2000件を超えるいいねが寄せられています。また横峯さくらさんは2020年9月8日に更新したインスタグラムで第1子を妊娠したことを発表し、そして2021年2月4日に第1子となる長男を出産しました。2014年にメンタルトレーナー森川陽太郎さんと結婚した横峯さくらさんですが、一時期離婚したのではとの噂があったようです。ですがこちらは全くのデマであることが分かっています。横峯さくらさんは旦那さんをキャディとしても起用しており、一緒にツアーを回ったこともあります。結婚生活については横峯さくらさんは次のようなコメントをしています。日本でもアメリカでも一緒にツアーで帯同できることはきっと今だけの限られた時間なので、今を目いっぱい楽しめていることでしょうかと述べています。離婚どころか仲睦まじい様子がわかります。ところが横峯さくらさんは父横峯義郎さんら家族と疎遠になっていることが噂されていましたが、横峯義郎さん本人の証言により事実であることが判明しています。横峯さくらさんの米ツアー参戦には賛成していたという横峯義郎さんら家族ですが、結果はなかなか思うようについてこず、横峯さくらさんは2015年に横峯義郎さんの後継で成績も残していた専属キャディジョン・ベネット氏とのコンビも解消してしまいます。結果が出ない中で徐々に家族との関係も変化していったそうです。翌年からはハウスキャディを使ったり、夫の森川陽太郎さんがバッグを担いだりするようになっていきました。メンタルトレーナーの森川陽太郎さんは競技ゴルフの経験はなく、コース攻略の助言ができているのかは分かりません。母親が紹介した栄養士も辞めさせ、現地ではファストフードなど外食が多くなっているとも聞いているそうです。その間に日本にいる家族とは疎遠になっていったそうです。その後もかろうじてあったというトレーニングなどでのつながりも今はなくなり、横峯さくらさんは仲の良い母親や姉にも連絡を取らなくなってしまったといいます。現在は実家にも寄りつかず、完全に絶縁状態になっていることを横峯義郎さんは明かしています。もちろん横峯義郎さんはこの状態に納得がいっておらず、さくらさんの調子についても嘆いているようです。これには横峯さくらさんが旦那である森川陽太郎さんに傾倒しすぎてしまっているのではとのネット上の意見もありました。しかしこれは否定しても良いと考えられます。ところで宮里藍さんと横峯さくらさんの仲は良いのでしょうか。露骨にあいつだけは嫌という要望は稀ですが、関係者を介して伝わってくるとされています。悪く言えばせっかち、よく言えばリズミカルなプレースタイルの宮里藍さんは、周囲の空気を読めないとおっとりとしたペースの横峯さくらさんが大の苦手としています。しかし実際は大の仲良しです。宮里藍さんは幼少期からの同学年ライバル横峯さくらさんの結婚について直接打ち明けられていたことを明かし、本当に心の底から嬉しかったと話しています。女子プロゴルファーの中でも異例となるほど絶大な人気を誇った宮里藍さん、電撃引退はトップニュース扱いとなり世間をざわつかせました。きっかけみたいなのは結構前にあった。2012年かな、今でもはっきりと覚えている。その年2勝して自分のキャリアのピークに調子が良くて、それなのにメジャーで成績を残せないのが衝撃的で、勝てなきゃ無理かなと限界を感じてモチベーションがなくなってしまったと述べていたそうです。引退理由にモチベーションの維持が難しくなった、自分とも向き合えないし今までやれていた練習ができなかったり、トレーニングでも追い込むことができなくなった、自分が求めている
理想とする姿はそこにはもうなかったと述べています。いかがだったでしょうか。今回は横峯さくらさんについて深掘りしてきました。宮里藍さんの引退に親友の横峯さくらさんもコメントを発表しました。やはり幼少期から一緒に戦い続けた親友であり、戦友の引退には涙する部分もあったようです。ランちゃんから引退の話を聞いたのは前年の年末です。最初に聞いた時にはすごくびっくりし、時間が経つにつれて寂しさがこみ上げてきました。先日発表があり、本当に引退するんだなとさらに寂しい思いが大きくなりましたと残念な気持ちを述べています。親友の宮里藍さんが引退を発表しましたが、現在も現役で活躍し続けている横峯さくらさん、実は宮里藍さんが引退を発表するよりも前に横峯さくらさんも引退を考えていた時期があるようです。具体的には結婚したら引退すると決めていたそうです。ところが現役続行の道を選び、本人が一番驚いていると語っていました。雄姿がいつまで見られるか分かりませんが、ママプレイヤーとして今後も活躍を見守りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。